アジガサワ町は青森県西部に位置する日本海に面した西津軽郡の町であるアジガサワ町中心部周辺の空中写真1975年撮影の5枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成総面積は343.08平方キロメートル 東西が最大2 2トルなのに対して南北は4 0トルと長い。北は日本海に面し、南は白上山地で秋田県と県境を接する。突起なき場合、味ヶ沢町データブック2021による直営郵便局間郵便局平成27年国勢調査より、 前回調査からの人口増減を見ると、11.56%減の1126人で、あり、増減率は、県下40市町村中32。保育所、認定子ども園小学校、中学校高等学校国道県道農道1971年4月の、味ヶ沢町長選挙において、現職である、中村誠二郎候補と新人の鈴木康春候補。 菊谷三サブロ候補で争われ、中村候補が当選し、当選証書が発行された。そして、中村候補の票に、筆跡の似た、投票用紙が500枚近く存在したという、鈴木陣営からの選挙管理委員会への申し立てが、行われた。この告発を受けて、町選管は、票の再点検を行い500票以上の、 同一筆跡票が存在したと認め、中村候補の落選を決定した。しかし、選管の事務局長が、判定方法に疑問が残るということや、法律上これだけではすぐ中村の当選無効の決定を出せないとして、鈴木候補を当選とする告示を拒否したが、選挙管理委員長は独断で、鈴木候補に当選証書を発行した。その結果、中村候補、 鈴木候補の2名に当選証書が発行されることとなり、中村陣営は公文書偽造であるとして、選管委員長を告発するなどどちらも正当性を主張し、結果、任期初日に2陣営がそれぞれ盗聴を試みることとなった。この事態に対し、裁判所は鈴木に町長としての盗聴を禁止する仮処分を出し、警察は鈴木の当選証書は、 正規の手続きを経ておらず法的な効力がないとして、鈴木が登聴して、問題を引き起こした場合は、業務妨害罪などを適用して逮捕すると発表した。後に警察が無効票とされた票を、調査したところ同一筆跡票がなかったことが判明。県警は、根拠なく無効票と取り扱ったとして、町選管を捜査し、選挙管理委員長が、 鈴木ジミエを勝たせるために不正をしたと自供、委員長と、委員数名、鈴木ジミエの町議や運動員が逮捕され、8名が実刑判決を受ける事態となった。この背景には、町役場が自治体内最大の企業であり、町民の生活に町役場の恩恵が大きな役割を果たしていたことがあると指摘されている。津軽地方の清掃の激しさについては、 津軽選挙の参照、ありがとうございます。